Out in Kochi Prefecture on the island of Shikoku, I learned of a Japanese blacksmith who specializes in knives and blades. A bladesmith, if you will. And he was willing to open up his workshop for the day and show me how he makes a knife.今日作りたいのは先に見せちゃうけど、はい、こういう刃物を作ろうと思います。もうこれでもう完成品です。まあ、刃がついてますからね。でこれが打ったところ、これの材料なんですけど、もともとの材料は、はい、この材料がもう鋼が真ん中に入ってて、これを打って伸ばしてこの形にします。で形が削れたらですね、今度は、熱処理。熱処理っていうのは赤めて焼いてビュッと水につけて硬くするっていう作業です。はい、これがあの、刀なんかだと魂を入れるっていうんですけど、これをしないと切れる刃物になりませんから、熱処理、焼き入れ、焼き戻しっていう2つの作業をしていただきます。一応全体の流れは鍛造、削り、熱処理、研ぎっていうこの4つです。はい、今から僕は火を起こして、鍛造ができるようにやっていきますので、僕は20年になります。10年間修行、師匠のもとで勉強して、その後10年は一人でここでやってます。 As he often runs workshops, he was kind enough to teach me the basics so I could follow along for the day and with any luck make my own knife. And he actually speaks beautiful English, but I thought it would be a great opportunity to learn some new words, so we held the course for the day. はい、はい、どうぞ。はい、強く、はい、もっと強く、その調子。はい、どんどん行こう。はい、あ、ごめん、切れた。すいません。こんな風にね。はい、だけど箸で持つのはすごく不安定なので、今日はね、この鉄の材料に溶接してくっつけてですね、はい、で棒を持ってできるようにしましょう。今ね、こういう形にしてます。はい、で、ここの先端をですね、こっちに持ってきます。叩いてね、無理やり切ってるので、この鋼が多分真ん中よりこうギュッとこっちに持っていかれてると思うんだよね。こっちのね、真ん中に鋼がある背中側を反対に向けて、でこっちが刃になるようにしましょう。はい、ね、角を打ちながら左手をこう上げていってください。いいよ、こう出して、そうそう、持ってあげて、こうです、そうです、前の方、そうそうそう、よし、 OK ね、になってますよね、カーブがね。はい、なのでここをこうカクッとしたいです。なので、はい、もう一回温めたら今度は斜め前からこう打って、ここをまっすぐにするイメージで打ってみてください。はい、ね、そう、まず OK、よし、オッケー。毎回水で冷やしながらね、削っていきます。あとはヤスリで、はい、よいしょ、ヤスリでね、やります。こんな感じで削ります。
このあとこれで焼き入れっていうのをしてね、固くしていきます、はい。焼き入れの冷やしすぎたりするとこんな風に真ん中からパラッと割れてしまって、もうこうなったら直せません、すごくなので温度が大切なっていうものです、はい。でその温度をどうやって判断するかっていうと、鉄を温めた時の赤くなった鉄の色でね、温度を判断します。いつも焼き入れっていうこういう熱処理をするときは僕は夜やります。暗い状態でやるっていうので目を覚えて、色を覚えてます、目で見て。なので今日みたいにね、昼間やるときはこれからね、全体をここからドアを全部閉めて真っ暗にしてやりますので、はい、ちょっと待っててください。暗くしますのでね、はい、ね、赤くなりましたね。赤くなったら持ち替えます。よいしょね、で裏返して時々反対側にして、で外に出して色を見る、ね、もう少し、もうちょっとね、もう先端はちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらいですね。よし、いきますよ。はい、はい、こうね、いい色になりました。縦にして、入れます、前に出します。泡がなくなる前ね、これで OK。ちょっと不安だよね、水に。そして OK、 こんな感じ。レバーベリー、よし、今、はい、はい、あ、よし、焼き入れっていうのをして今固くしました。で今度はね、必ずどんな刃物も同じなんだけど、焼き入れをした後は焼き戻しっていう工程をして、今のまんまの僕らが打ったナイフの場合はカチカチに硬くなってよく切れるんだけど、でも硬すぎてすごく脆いです。なので必ず刃物は、焼き入れをした後は焼き戻しっていうのをして、もう少し粘り強さをつけてあげます。で今度の目的は200度まで温めるっていうのが目的なんで、まずは水につけて常温に戻しますね。しっかり冷やします。で冷やしたら遠火でゆっくり温めます。水が蒸発したら、あ、100度を超えたなっていう合図です、ね、全部蒸発したよね。乾いたら、あ、100度を超えたっていう合図です。でこの後は200度っていうのはどうやって見るかっていうと、今度見た目は変わらないです。なので、何をするかっていうと、今度はある程度温まったらですね、こっちの明るいところに持ってきて水滴を垂らしてあります。この水滴がですね、玉になってコロコロっと転がったら200度以上の合図、うん。今度温めすぎてしまうと、せっかくさっき硬くした組織がもう一回柔らかく戻っちゃいます、ね、せっかく焼き入れした意味がなくなってしまいますから、今のこの作業で注意するのは温めすぎないこと。よし、まだかな、あ、今玉になって転がったの見えたかな、ね、よし、 OK、 ね、温めて冷やすときに大体曲がりますから、で温かいうちにね、今こう叩いてあげると治りやすいです。ここでね、パーンと割れる時があるんで怖いんですよ。よし、いいでしょう、ね、これでゆっくり冷やしましょう。でこう研いでるとね、研いだところにね、曇ったネズミ色のところ、グレーのところと鏡のようにピカピカ光るところができます。僕らが今日やったね、さっきやった焼き入れが成功していれば、鋼が硬くなっていればピカピカ光るように磨かれて光りますね、でこれが全体がもしグレーだったら、ネズミ色だったら焼き入れ失敗で柔らかいということです。よし、はい、見えますかね、こんな感じね、ちゃんと鋼のところはピカピカ光ってますよね。柔らかい地金はグレーにちょっと曇ったようになってますよね。ちゃんとコントラストができてます。焼き入れ成功です。はい、はい、よかったです。よかったです。はい。刃物になりました。お疲れ様です。For all the times I've come out and all the things that I've done in Shikoku, today was probably among my favorites. I've had the good fortune to be able to meet many amazing craftsmen here in Japan. Today was no exception.